もう本当これからは8月11日仙台でボランティアやっていく、やるのもね、子供たちがすげえ不安じゃないですか。ね、じゃあこのスポーツやってね、身を生計を立てられるのかって言った時に生計を立てられない。ね。で、オリンピックの選手なんか2人しか出れないじゃん。ね。ね、は、あのボールで2人、ね、ストリートで2人、ね、4人しか出れないんだよ。ね、それじゃ飯みんな食えねえじゃん。ね、だからレースにしようとか、そういう企画力もみんなない。ね、プロスケーターと、ケインさん、ありがとうございます。プロスケーターの、人間とか、ね、まあ、サーファーでもスケボーやってる人間とかでも、誰も口にできない。ね、そういう、もう本当に、そこがもう本当に俺問題だと思うし、ね、その根性のなさ、ね、発想力のなさ、ね、何なんだよみたいな。ね、子供たちがかわいそうだろって。ね、この現状が。俺はもう本当にどうにかしたいんだよ、本当。ね、したいんですよ。ね、それをわかんない奴ら。ね、本当もうマジイラつくね、マジで。本当、もろぶっ飛ばしてよ、本当に。